はいどうも、本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。本日はザ・クレイジー SKB 選手の紹介という形でサバイバル飛田との一戦をお送りしたいと思います。では試合開始です。この2人は、はい、実は僕の記憶が正しければザ・クレイジー SKB の、デビュー戦の相手はタッグか相手がこのサバイバル飛田のはずなんですね。もう2人ともドインディのレスラー、ドインディの世界に住むレスラーとしてほとんど知ってる人がいないんじゃないでしょうかね。全く余談になりますが、最近思うのはこうやって実況、ファイプロの実況をさせていただいて、それを YouTube に上げて、閲覧数というかをチェックしているとやっぱりメジャーなレスラーは閲覧回数が多いような気がするんですよね。先日も怪我して大変になっている高山選手とかの、紹介動画を上げるとそこそこちょっと多いような気がする。このサバイバル飛田とクレイジー SKB のこの実況を聞いているあなたはきっとマニアックな方なんだろうなと思いながらやっています。当初このクレイジー SKB を、再現するつもりはなかったのですが、スチームワークショップにこのコスチュームというか、まあ、レスラーがどなたかが作っていただいてて、それを公開されていたんですね。公開されていた。それを見つけた時にあまりの出来の良さに感動して、これはちょっと使わせてもらおうと思って、とりあえずダウンロードだけしていた状態だったんですね。ただ実際、クレイジー SKB を再現するってなった時にデータがほとんどないんですよね。動画曲がってないし、ビキニも得意技はあんまり書いてないし、で僕も何回か試合見たことあるんですけど、とにかくモザイクがかかるんですよね、この人の試合って。ケーブルテレビとかでやるサムライ TV ですね。サムライ TV という民放じゃない番組でもモザイクがかかってしまう。特にあの爆竹を背中に背負ってジャケット服に、まあ衣装の背中に爆竹をいっぱい貼り付けて、それに火をつけて相手に飛び込んでいくというような技をするときには必ずモザイクがかかるみたいですから、実際ちゃんと生で見たこともないし、映像でも見たことはないと。まあそうなんで、逆に好きな技をつく装備させてもらいました。まあここで届かないと思いますけども、ワークショップに挙げていただいた方には本当に感謝しております。で、相変わらずこの団体ではエディットポイントが180で統一してますので、このクレイジー SKB も180で設定してるんですが、それほどもともと強いというイメージの選手じゃないので、意外とこうむちゃくちゃな攻撃、この火をバコン吐くとかいう攻撃をするように設定はしてあります。なのでこの試合もさあ今のところちょっとサバイバル飛田の方が押しているという感じか、まあいいけど、ただこれ出血はクレイジー SKB の方がしているみたいですね。さあ試合時間の方は6分50、まもなく7分となります。ロープに振りました。もたれさせて、さあ何を出すか。あ、コーナーポストに叩きつけてます。まあ、基本こういうラフ殺法が多くなるんですけども、実は、実際には絶対にやらないと思われる足への一点集中をするようにちょこっとだけ軽いって言ったら変ですけども設定してますね。で今のような飛びつきの、ジャンプする技を、おっと出ました。このダメージは自分の方が食らうというボディープレスね。エビ反りしてからボディープレスして自分のお腹が痛くてフォールに行けないという、もうこのこういうヘタピレスラーのためにあるような技と僕は思っています。さあここですね、こういう飛びつき系の技がボンボン出るようになっています。今もそうですね。あー決まりました。たまにこうやって決まりますね。でもこれが出るということはある程度ダメージが与えれているのかなと思います。試合時間は間もなく9分で、お互いまだしっかり組まないような状況ですね。さあキックとパンチで
サバイバルトビタは意外とこれ強いんですよね。あの舐めてかかってると、逆に言うと忠実に再現できてないということになるんですけども、意外と大きな技出したりエルボーでしっかりガンガン攻めていくような設定になってるんですね。また、クレイジー SKB はとにかく今は火を吐くよりも飛びつきたいみたいです。10分経過。はい、10分が経過しました。今のところ飛びたの方がちょっと有利か、カウントが入りますが1で返してますね。ちょっとまだ余裕があるのかな。今のですね、この足の攻撃というのが意外とサフォールに入った、これはまだでしょう。1で返しました。お互いまだ決め手がないような状況ですね。さあ出ました。ここで、飯塚選手しかもう使わないこのアイアンクローですね、この鉄の爪、違う方の鉄の爪なんですけども、これを装備するのはもう飯塚しかいないだろうというのをわざとあえて、装備しています。忠実な再現ではないんですが、まあこういう受け皿がたまには必要なんじゃないかなと思います。さあ殴り合いはクレイジー SKB が勝ったが、さあバックも取ることができない。さあエルボーが決まりました。ホールに入る。まだこれは大丈夫でしょう。クレイジー SKB もサバイバルトミカの両方火を吹くというレスラーですから、火を同時に吹くとかってなんかこうシーンが見られるかもしれません。さあヘッドバットで押し込んでいきます。さあバックとかイヤロープに走った。そして低空ドロップキック、ここの低空ドロップキックは足にダメージが与えるんですが、実は、決め技としては足を決める技は持っていないんですね。最後腕ひしぎに行く時があります。さあサバイバル飛びたとしては技をつなげていきたい。今のところちょっと単発になってる感じがしますね。さあここも火を吹きたいけども距離が取れない状態。さあエルボー落としてストンピング、ストンピング、ストンピング3連発いいですね。しかし火を吹きますけども当たらないです。あっとこれで飛びつき決まった。さあ2種類の飛びつきを、そして今度はまた火を吹いて、さあバックは取れない。お互いどうもこう単発になる、ロジックの癖がちょっとありますね。続けてダメージが入るような、これはさあテイクドロップキック、足にダメージを与えていきます。そしてダブルクラックからいきました。そしてブレイク。さあエルボー来ました。このエルボーはちょっとサバイバル飛ぶとにはもったいないような気もするんですけどね。あっとカウント 2.9、 これはちょっと一歩サバイバル取れたのが有利になったか。この技の失敗が多いが、でも呼吸はあんまり疲れないんですね。さあロープに行ってダブルのチョップをかわす。しかし脳天からでエルボー落としてホールに入るが、カウントは2。ここはちょっとクレイジー SKB やや苦しくなってきたか。ロープに行って、あーここも低空ドロップキック、足を攻め込んでいきます。さあそしてバッククラッカーが決まりました。後ろに取ってバック取れない、エルボーで返した。サバイバル飛びたちょっと距離を取る。さあエルボー落としてバックを取るのか、取れない。サバイバル飛びた意外とやりますね、やはりね。エルボーで反撃してフォール。カウントはあっとここで入ってしまいました。クレイジー SKB ここであっさり負けるという技を見せてしまいました。ラストは16分38秒ショートエルボーにて、サバイバル飛びたの勝ちとなりました。試合評価は 90%、まだちょっとクレイジー SKB の方はロジックの中、調整が必要かもしれませんが、また今後、面白いレスリングをしてくれると思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた。